推薦は、ダザイオサムの短編小説。洋画家、林静恵の夫人だった、秋田富子がダザイに送った手紙をヒントに本作品は書かれている。戦後の担当編集者の一人であった、野原和夫は、本作品と、メリークリスマスは、秋田富子への、清潔な愛情が生んだ作品であると述べている。ただなお京行上記という小説を読んだのは、僕が十三か。 四の時のことで、それっきり、最読の機会を得なかったが、あの一辺の筋書きだけは、二十年後の今もなお、忘れずに記憶しているという文章で、推薦は始まるが、これは、菊池博士の、ただなお行上期と推定される。僕の成果と草伝の成果とは先々代あたりから、お互いに親しく交際している。今の当主である、草田総兵衛は、 東京帝国大学の経済科を卒業後、フランスに渡り、帰国するとすぐに遠い親戚筋の家の一人娘の、静子と結婚した。パリーをもじってハリコと名付けた子供がいる。総米は銀行に勤めている。4年前の師走、静子から突然招待の手紙が来る。そこには、来年のお正月には、ぜひとも遊びにおいでください。主人も楽しみにして待っております。 主人も私も、あなたの小説の読者ですと書かれてあった。僕は、正月1日に草田の家を訪ねるが、出されたしじみ汁について、静子から言われた言葉に対し何も言えず、うなだれて涙が湧いて出た。それっきり草田の家には行かなくなってしまった。そして昨年の9月、草田総兵衛が家に現れる。総兵衛は、静子が来ていませんかと言った。 数年前に静子の実家が破産して、それを非常な恥辱と考えた静子は、依頼人が変わってしまったという。蒼米は静子を慰める一手段として、洋画を習わせた。近所の60歳、近い下手くそな画伯のアトリエに通わせた。さあ、それから褒めた。蒼米を、はじめ、老画伯とアトリエに通っている、若い研究者たち、草田の家に出入りしている者らが、 酔ってたかって、夫人の絵を褒めちぎった。挙句の果ては、夫人の逆情ということになり、あたしは天才だと口走ばしって家出したのだという。11月の初め、庭のサザンカが咲き始めた頃、静子から手紙が来る。耳が聞こえなくなりました。悪いお酒をたくさん飲んで、中耳炎を起こしたのです。お医者に見せましたけれども、もう手遅れだそうです。大変長い手紙であった。 手紙にはアパートの番地も認められていた。僕は静子の住む家へ出かけた。ありがとうございます。